本質とは、あるものをそれたら占める、事象、ないしそうした特性からなる、魔術材を言う場合もある。ある何らかの対象を立する際にあてがうロゴスを、何性などと呼び、この故障を本質とみなすことが慣習である。思考して同一性ないし類型学種差しはこれらの、派生である。これと対比して、性により付加されたり欠如されたりして、それをそれたら、占める。 二体的な成功をグルーユという。候語や俗語における抗議的な用法において、定裁に対する概念としての、現現象や、真髄など、現前の規定となる刑事上的にして神聖な、性質の語義として用いられる傾向にある。対語は現象。中世世紀スコラ学以降は、エッセンチアは実存の対概念とされてきた。元来、アリストテレスのウーシアは、 存在するものという五構成を持っている語で、本当に実在するものを意味し、彼にとっては、まずもってそれはイデアではなく、具体的な個物であった。この行走と質量とからなる個物は、術語として用いられうる普遍者としての第二実体に対比された場合、主語としてしか用いられない機体としての第一実体と呼ばれる。ここからさらに、その個物の素材である、 質量比例ではなく、その行走エイドスこそが、ものの真の実在性を担っているという考えに立った時、個々のものの本質としては、質量と対比された行走の方が第一の実態で、あると解かれる。すなわち、彼にとって、ウーシアという言葉は、実体という含意と本質としての行走という含意を、共に持っていた。これが、ラテン語に翻訳される時、サブスタン社と、 エッセンチィアという二つの訳語が行われた。サブスタンシャは、ウーシアと同義で用いられていた、ヒポスタシス、下に立つ者の,の直訳歴史としての実体という観点からの訳語であり、エッセンチィアは、あるところのものという観点からのウーシアの訳語であった。アリストテレス的枠組みに立つ限り両者は区別されず、訳語の違いに過ぎなかったが、中世世紀スコラ学、具体的には、 トマス・アクイナス以降、実体、サブスタンシャと本質、エッセンチアは区別されるようになった。ただし、この時でも近代哲学とは異なり、本質こそが実在であるという観念論的な枠組みは維持された。存在は本質として概念的に存在している実体と、本質に現実存在がプラスされた、現実的に存在する実体とに区分されたのである。 なお、概念が本質存在するということは、単に文法的、形式的な理由で、名目的に表現可能であるというだけではなく、論理的矛盾なく、想定可能だということを指す。言語の不備から曖昧な、あるいは矛盾をはらむ概念が観念されることはあり得る。しかし、そうした名目的概念は、その明示に対応する実態を持たないと考えられた。しかし、 このことは必ずしもその概念に対応するものが現実存在するということを保証しない。概念から最高存在の現存在を証明する実体論的証明を知りけたものにはカントがいる。このことは可能や不可能など様相を問題にする場面で特に問題となり、また現代ではハイデッカーや実存主義によって存在するということがものの本質や属性に、 含まれないという点から着目された。確かにデカルトなどにとっては、例えば神はその完全性のうちに存在を含むものであった。しかし、存在するものとしてしかその本質が考えられないというだけでは、やはりそのものは現実存在するとは限らないとの批判が例えば、カントなどからなされている。すなわち、術語として考えたときに存在するという術語は、 他の術語にはないやや得意な位置を占める。なお、アリストテレスの上述の議論を継承した、中世の普遍論争においては、実在するものは個物であるとする立場に立つ、有名論と普遍こそが実在である、実在論とが対立した。ありがとうございます。